可能なのか。ヒュージの DNA は多層ゲノム重複を起こしていて、これまで地球上に現れた全ての DNA 情報を備えていると言われています。その中にはもちろん人のものもあって、箱舟に例える学者もいるほどです。あ、まあどうやったかは知りませんけど、行為としては可能です。倫理を無視した完全な違法行為だ。しかも連中は己どもの不始末を晒してまで彼女の返還を我々に要求してきおった。どうします？彼女が人でないとなると、学院は彼女を守る根拠を失うことになる。チャームメーカー、グランギニョルの総帥はカエデ・ジョアン・ヌーベルの父親です。もしもし、お父様。帰る場所はきっとあるから。